やりだった。右と左もわからない保育卒。こちら保育園卒業、卒園が最終学歴。左も右もわかりません。右って、左手、どっち？面白い試合でしたけどね。あのくだり面白かったから、あ、ツイッターちょっと切り抜きよろ。さきピンどれどれ、すいません、 LG です。右ナビゲーション前のこの字のこの2目の、はい、この1画目の下あたりのところで藤宮さんが死んでて、LG ナビゲーションでタスクをしてから行くときに、タスクナビゲーション向かうときに藤宮さんすれ違ったので、マジで5秒以内に死んでます多分。はい、あ、ごめんなさい、テレクトリカルにいっぱい人いるんじゃない。いや、いました、いました。それまずは白でしょ。赤、ピンク、オレンジ、黄、緑、緑はいます。赤、ピンク、オレンジ、黄、緑、緑。はい、あ、いました、いました、合ってます、うん。最後に入ってきたオレンジ、アベレージさんと折り入れ違いで外出て、今帰ってきた。スナパイさん。現、さらに、あの、藤宮さんの生存情報があって、私、はいはい、あのナビゲーションに藤宮さんとほぼ同時に入ってたんですよ。で、私、1個のタスクが短かったので、先に出て藤宮さんをナビに残して出ました。どっちにいた、うん、で、藤宮さん普通に引いて、私、その後下に降りていって、シールドで、ストレージが最終地点で、ストレージ右下のゴミステージです。エルジ、現さん見てないな。エレジさんとどこでどうすれ違った？ゲンさんとはすれ違ってないと思います、エレジ。はい、ゲンちょっとカフェテリアから行って、ウェポン上のダウンロードタスクをやり、その後は、ナビゲーションで、シールドで、エレジはストレージ基準ですね。エレジはウェポンをくれてれて、はい、ナビゲーションのところで、藤宮さんとはすれ違ったけど、ゲンさんとはすれ違ってないです。あ、すいません。アドミン情報いいですか？はい。これからが4ぐらいで、多分ナビゲーション位置ついてたんですけど、僕、10秒か8秒ぐらい前からアドミン見てて、はい、ずっとナビゲーション1だったんですよね。それが僕で、そのまま左下に降りてってレポートだったと僕は思ってるんですけど、誰もいなかったんで。あ、え、下位置どこでしたっけ？下位は、この字の廊下の、この一画目の下ぐらいのとこ、縦の下らへんです。うん、普通にカメラ入んないです。ほぼ原産か LG さん2択では、ね、まあ、全然2択で見ていただいても、まあ、あとはアドミン。でも、あれですか、はい、ナビゲーションを出た順から言うと、原産、伏宮さん、LG さん。感じだったよね。だから一応すれ違ったのがおかしくは一応ないじゃないですか。うん、くはないけど、殺せた人っていう意味で。どうする？センター。センターさんどこ行ったんだっけ？もう一回話しましょう。センターさんはエレクトリカルに。じゃあエレジボタン。エレジボタンします。はい。黒くね。怪しくね、あの行動。なんで左来たの？あれ、はい、ありがとうございます。はい、皆さん目線、ゲンが疑わしいの分かるんですけど、ゲン、まあ、先にストレージが最終地点で発言を残してるんですけど、オラフさん、ストレージに行き着いてないですか？え、僕です。僕、え、アドミンですよ。アドミンずっと8秒前までずっと見てたわけじゃないですか。はい、でも、ストレージ1が視認できるはずなんですけど。そんなに重要じゃないんじゃないですか？まず、オラフさんって容疑者なんですよ、皆さん。分かってますよね、それ。私と、LG さんの2択みたいなの前提みたいな話になってますけども、オラフさんがベントリキルできる位置ですよね、全然。それはまあ、しかもオラフさん以外にアドミンにおられなかったですよね。だったらそういう犯行も可能なのに、なんかそれを追わないのが不思議です。ただ、オラフさんで、要は死体があった場所って、いわこの字通路なわけじゃないですか、うんうん。その状態でナビゲーションに位置光ってる情報を持ってて、殺しに行くってだったら、どういう状況でどういう嘘が考えられますか？まあ、ベントミライリスクありますよね、一応。
まあ僕も容疑者に入っちゃうのか。てか、オラフさんの言ってることが正しい前提で進んでいるのが私は不思議だということです。オラフさんがどういう、あの、オープンの場合、どういう偽証しているのかまではちょっとまだ追いませんけど。ああ、まあまあ、ストレージの位置だっていう話ね。ああ、ストレージ位置まで見てなかったんですよ。エレクトリカルの。あ、まあ、でも別にいいんじゃないですか。はい、あってもなくても。そのナビゲーション出た順番とオラフ君がアドミンにいるっていう情報だけで全然いいんじゃないですか。まあまあ場所的にはその話だから、僕別にオラフ君別に全然可能だと思ってますよ一応ね、うん、白ではないぐらいですね。白ではないだから私目線でもエレジーさんがその場で殺してその場でレポートするメリットをそんなに感じていないので、現目線ではどちらかというとオラフさんの方が黒いかなと現時点では思っています。じゃあ僕は焦点のルって言った方がいいですか。いや、多分もうアドミンにいるっていうことが、うん、もうこれ以上はだ、うん、誰も情報を出さなくてよくて、うん、今の話って原産視点でエレジーさんが疑わしくないから結果オラフ君の可能性を追ってるっていう意味合いに聞こえるから、あ、加えてなんかさもその二択みたいな感じに開幕でなったら私的には不自然すぎて、だってなんでオラフさんが正しいこと前提に皆さん進めるんだろう、一人しかいなかったのにっていうのが、そう私はオラフ君の情報をもとにエレジーさんが自分の居場所が合ってるっていう話が出たからだよ。でもオラフさんが先、僕が先出しでしたよ。そうだよ。ナビゲーションに出したのは。エレジーさん言ってなかったですね。てか、まあ、ゲンがそもそも藤宮さんがそこにいるって知ってるんで、まあいい。場所考察するか。この字ってことは、絶対そこで立ち止まってるってことがありえない。から移動中なはずなんだよね。でナビゲーションから下に行く動機って言ったらやっぱ停電だから、停電になりましたよね速攻で。だから中すれ違い、ありがとうございます。ありがとうございます。あざます。欲しかった。ます。はいはい。場所の考察をしたいんですけど、はい。弁当のまあ真右ですよね、要は。結構ちょっと離れて右側ですよね。殺してですね、そうですね、弁当の右ですね。そこに行く動機って、停電に向かうしかないと思うんですよ、ナビゲーションからしかも。思ったんですけど、停電の時間軸どうなってるんだろうと思って、レジさん目線の。すれ違った時に停電になったのかどうかなのか。いや、もう停電直ってますね。停電じゃ停電もっと早いって。ってあ、もっと早いか。普通に時計回りでタスクやってるのかなっていうふうに見えてて。あ、そっか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 。で、だいぶ経ってたか。そうですね。停電よりは後です、藤宮さんと筋があったのは。停電直したのなんなら俺だしね。その俺がカフェテリアにいるし。停電ないとシールドまで行かないんですか。それはちょっと無茶な理論だと思いますけど。あれ、ナビゲーションの入った順番と出た順番っていや、それで、はいはい、どっちかというと原因さんじゃない可能性を追おうとしてて今、うん、はい、エレジーさんが、原因さんが犯人だとすると、どういう行動になりますかね、原因さん。ベントら辺で待ってて、そうです、ベントで待ってて、僕が行ったのを見てから殺して、そのまましれっと下行くか、だから行って戻ってきてキルはちょっと考えにくいかなって感じですね。で、道中キルはないですよね。だってすれ違ってないから。道中キルはないです。それ確かにすれ違ってるので、考えられるとしたら、エレクトリカルにどんだけの人がいるか、状況が分かってない人が殺した可能性の方が高いと俺は踏んでるんだけど。うん、確かに、所定員右少なかったんですよ。だから、個人的には、オラフさんの、あれはなさそうっていう、アドミンからの弁当はなさそうかなってちょっと考えたいですね。右少ないの分かってるんで、だいぶ容疑者に入っちゃうんで、あそこで弁当切るしたら。まあ、不毛ですけど、ゲンさんがエレジーさんが右入るのを確認して、キルして、レポートさせたってことですか。まあ、あるとしたらそれか。まあでも、第三者、左側の視点僕全然わからないから、まあ、ゲンさんがやったとしたらそういう感じなのかなってぐらいしか思えないですよ。浮き位置なのは全然いいんですけどね。ペアしましょう。あ、じゃあ、エレジー、ゲンさんペアで。ゲンさんとエレジーさんペア、白黒ペアで。はい、承知しました。すみません、そのためのボタンです。はい、ありがとうございます。わかりました。エレジーさんどうぞ。あ、ありがとう。まあ、いずれにしても不自然か。まあ、無謀ですね。まあ、でも停電だと思い込んでたから、だいぶ経ってましたか。私、まあ、下行く人もいるからな。僕は行かないけど。絶対ナビゲーションから下には。からなってる時ぐらいだから。
でも停電中だったらなんか原因さんっぽいなと思ったんですよね。ついでに草みたいな。忘れ違ってないのか。まあまあまあ、なるんで、まあ、考えときますか。サンフライみたいな。気がしなくていい。ちょっと右やろ。左だった。右と左もわからない。本卒。こちら保育園卒業、卒園が最終学歴。左も右もわかりません。右切って、左手、どっち？どはい。はい。これです。はいはい。エレクトリカル出たところに、慎太郎さんの死体がありました。たところ。はい。はい。とりあえず、阿部真由子は白でいいと思います。はい。はい、右側で場所どこですか？その二人は。最後が、ストレージら辺でずっとナビゲーションとかで一緒にいました。はい、ずっと一緒にいました。でセンターさんも見かけてるので難しいかなと思います。センターさんとマイコさんと。赤オレンジ。あれストレージ俺もいるよ。最終はアドミンのはずです。最終はいアドミンです。ああそういうことか。なるほど。うん、俺今ゴミ捨てのところからまっすぐ上がっていくところでセンターの。あ、リクエスト。で、はい、じゃあ残りの方の、ルートと最終位置を。LG とゲンさんはアドミンからアドミンストレージ、エレクトリカルの上で、オラフさんと3人で一緒にいて、オラフさんが、はい、のちょい上あたりにいたはずです。そうですね。オラフさんより我々は後ろにいるので、上にいるから LG ゲンは無理だと言えます、お互いに多分。あ、無理なんですね、お互い。お互い無理だと言えるはずです。で、オラフさんがセリフかどうかごめんなさい、ちょっと分かんなかったです。ごめんなさい。うん、あ、見えてなかったか。あとは、じゃあ、はたさこさんは？たたこの動きは、初手コミュニケーション、ストレージコミュニケーションって言ってダウンロードやって、ストレージのゴミ捨てやって、アドミのアップロードやってる時にセンターが来て、少しアドミ見てアッパーエンジンまで到着できてます。ん？センターさん、それって見えました？僕、どこにいました？そうそう。アドミのダウンロード、アップロードのとこにいました。あ、いた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 わ。僕、怖くて、そう、切り返した。思い出した。すいません、忘れてました。あ、真横です。一つ、慎太郎さんを私が本当に直近に見てて、右下のゴミ捨てをやってる時に灯油の給油してるところを見たんで、多分本当に直近だと思います。殺されてるの。なので近い人がシンプルに怪しいのかなって思います。LG とゲンさんがエレクトリカル入る時も死体なかったんで当然。だから近いのは確かだと思います。うん、セリフなのかな。じゃあスナパイさんは一応経路言ってないんじゃない？ああ、そこそこそこ。言ってないか。あ、ゆゆ。じゃあ次お願いします。むずいキルが多いな。あれ、難しいんじゃない？あさこさんがやってたら、されてるはず。ありがとうございます。はい、すいません。時間あった方がいいかなと思って。今のターンは、初手扉が閉まっていて、一回アドミン入ってカードスラッシュやった、その時は、アドミンの中にゲンさんと、LG さんと、あとオラフ君がいて、うん、で、俺その後カフェテリア戻って、右上のゴミのやつやって、で、大きく左回りで、エレクトリカルの中に入っていく LG さんとゲンさんを遠巻きに見て、そのままストレージ行ってゴミ捨てして、上上がった感じ。で、慎太郎君は見てないですね。オラフ君はどこにいるんですか？それだとすると。僕はエレクトリカルですね。一緒に入っていたわけじゃないですか、ペアと。いや、違うと思います。時間差。はい、多分時間差あると思います。どっちが先だったから、ゲンさん見てますか？いや、ゲンは、てか、ゲンはもともと、エレジさんと私だけになるように動いてたんですね。あ、そうですね。なんか、他の人が入ってほしくない環境なので、まあまあまあ、そこは間違いないんで。なので、オラフさんが3番目です。で、オラフ君が出てから見つけたんでしたっけ？エレクトリカルから。僕が、エレクトリカル、まあ、2人が多分奥の方でタスクやってて、うん、で、僕もタスクやって、で、終わって出たところにあったって感じですね。僕がセリフするメリットが、2人おるのに、そこでやって、普通にあると思います。マジっすか？
まあ、セルフするメリットでせざるを得なかったんじゃないかと思っていて、私はオラフさんが入り好きなに慎太郎さんをキルして、はい、エレクトリカルで待ち、で、我々二人が先に出るのを待ってたんじゃないでしょうか。どういうことですか。説明した通りです。今言われた通りだよね。まあでも一応セルフは終えるかもしれないですけど、それってスナパイさんってその左からロアエンジンストレージ取ってるから、慎太郎さん殺せるのかなって思うんですけど、でもそれだと殺したらオラフ君がそこで見てるはずだから、入る前に僕そうそう絶対に容疑者になるくないですか、どっちにしてもそれやったら。オラフスナパイのペアってどうですかね。あー、危ないような気がする。まあ、じゃあ、どこいいっす。じゃあやめとこうか。オッケーっす。あ、まだペア継続でいきますか。はい、承知しました。はい、待って、マジで分からんのやけど。あんまりなんか今回はポスター的な心理を考えない方がいいかもな。他の何層スタスタスタ、全力は死ぬかな。やばい、あそこにいろうか。それしかないって言うべきだったな。それはあり得るんだよな。そこにいろだよな。だから、はい、スナパイさんキルしたのを後から見つけた、はい、だったら通るんだよね。はい、残しとけばよかった。ずれてるな。はい、すいません。やだ、今キルでキルは不可能。ストレージのゴミ捨てのちょっと上で。見つけました、センタンさんの死体で。ゴミ捨てのタスク前ではないってこと？ちょっと上ですね、本当に。いや、これ生き残らんとダメだったな。いや、でも今の深いか、誰かがゴミ捨てしてるのを遠巻きに見てて、その人に殺されたみたいな感じじゃないの、それじゃ。ありえます。で、しかったね、情報を出すタイミングと。僕とその舞妓さんがアドミン入ってて、で、その、前にオラフ君が下のストレージの方に見えたんですよ。オラフ君その後の行動をして。いや、残せばよかった、言えばよかった。コミュニケーションダウンロード達成しました、最終位置は。その後俺シールドでオラフ君見たわ。あ、じゃあ違うか。え、違うんですか。殺し続けたら全然なくて。殺しに行ってシールドに寄ったって全然可能じゃない。待ってください、僕がストレージの右下行ったってことですか。え、僕行ってないですよ。ストレージを経由してるんだから容疑者から外れる理論を。アドミン見ててコミュニケーション1で、はい、で、はい、ゴミ捨て成功してれば、シールドが1で、その後パッてまたすぐに着いたんですよ。でそこで通報だったので、ワンチャンそのストレージで誰か殺されたのかなと思ったんですけど、残せばよかった。だからそれがストレージ、ごめんなさい、シールドで殺されたのかな。すごいしっくりきてたのです。スナパイさんがキルしてオラフ君が見てたはずだけど見てないって言ってて、出て今回エレクトリカルは絶対無理です。はい、最終チームやったです。電源だけも一緒にいました。そうなんですよね、だからシールド2いたんですよね、そこで。だからその後2人ともナビゲーション方面に向かって走って、で、そうで、コミュニケーションも1だったんですよ、アドミン見てて。結構オラフさんじゃないかなって思う。だいぶ実際の容疑者ですよ、結果的に勝てそうだから。どれも容疑者に入ってるのと、うん、これは冤罪で、冤罪で釣れそうだね。ストレージで殺してシールドか、あり得るか一応。いや、誰か見てないですかね、僕のこと。でも最初のキルオラフさんだったってこと。しかも、でもストレージ3人ぐらいいますよ。いや、ちょっとペアでも大丈夫です、それやったら。あ、スナパイさんがアドミンから入ったのか。あ、それも一瞬考えたんだよな。あ、釣れた。うわ。念のためまだ、スナパイさんのキルだな、多分。で、アドミン様見てたんだろうな。あー、なるほどね。うまいっすね。理解。いやー、言えばよかった、議論中に。いやー。これはなかなか、ちょっと、難しいっすよ。結構レア系だと思っちゃったから、勇敢悩んじゃったんだよな。いやー、申し訳ねえ、スナパイさん。あ、ごめんなさい。あ、いや、多分。いや、もう、うん、僕も大体そこかなと思って。そうですよね、僕。被害。うん。いやー、もうほんと。あれ、多分、スナパイさんがエレクトリカル前でキルしたのを見ちゃった、うん、ですよね、多分。見ちゃって、エレクトリカル入ったんでしょ、オラフ君。え、あ、そうです。え、いや、見てないですよね。あ、違うんだ。やった直後に発見って感じでした。あ、そう。マジでオラフ君とスナパイさんって2人
二人でエレクトリカルにいたんじゃないの、はい、その二人って。あ、そうです、そうです。あ、でもね、まあだからオラフ君がスターバイさん疑わないから、そうなん、そこかなとは思ってた。いや、言ったらまずいかなと思って。確かに、どうしようかなってなって。そうなんですね。あ、なるほど、二人一緒にいた。あ、そういうことか。なるほど。あれ、もしかしてスターバイさんってダブルキルしようとしたのかな、エレクトリカル前で。あれ、あ、ワンチャン、え、マジか、誰と誰を切る。いや、多分後ろにオラフ君がいるって知ってたから俺切るして。あ、しししし、 ありがとうございます。ありがとうございます。タスク終わりました、ボタンです。ありがとうございます。あ、そうか、釣れてるっぽい、釣れてるっぽいですね。ちなみにゲンさんとのペアってまだ続けます？なんか初日オラフさんだったらゲンさんとのペア解消していいのかなって思うんですけど。そうですね。あ、弁当説ですか。あ、そう、初手弁当説、初日弁当説。僕はタスク終わったんで変わることもできますよ。多分ゲンタスク終わってない。あ、ゲンさんは終わってない組だと思います。私だいぶついてきてくれてるんで、多分ゲンさんが一番だと思います。タスク終わってたの誰ですか、ごめんなさい、もう一回お願いします。ハタサコ終わってます。じゃあハタサコゲンでいいんじゃないですか。で、畑坂さんが原産についてくる。ずっと私についていただければ。はい、わ、はい、かりました。じゃあ僕、エレジーはエマージェンシー。すごいね、レア系にレア系だね。エレジーも結構残ってるんで。了解です。あと一応合ってたんだね、僕の。いやー、心理学合ってんだな、これ。自信なかったけど。そうですね、最後もそうだし。合ってるか。あの相方位置がほぼ殺せてない位置にいるから、別に俺、ゲンタイレディさんの中に絶対いないわけではないと。確かに。はい、それは承知してます、もちろん。そうです。あの、キルが、相方がキルできないから、オラフさんが一人奮闘してた可能性はある。自信なかった、めっちゃ。で、その場合、ゲンってキルはないと思って。するかと思って。じゃあ、僕も誰かとついた方がいいですか。それは多分やらない方がいいと思うんですけど、ちょっとね、それはあの人数が少なくなってきたから危険だっていう話と、でもレア系だったからね。もう一人がもし単独だったとしても誰かの目に結構触れる位置にいすぎたから殺せなかった。例えばアベレージマユコって結構一緒にいるんだ、はい、いや結構一緒にいますね。会いました、会いました。だからお互いがお互いをキルするっていうタイミングを意識してる可能性はあるっていう感じを受けてる。めちゃくちゃ当たってる。じゃあマユコさんインポスターなんですか。アベレージスローズ。痛がらしくは。個人的には3キルともオラフさんにはあんまり見えてないんですけどね。なんか、じゃあどれが誰に見える ?2 日目ぐらいじゃないですか、違う。最初のキル誰だったんだろう。でもスカパイさんとかって全然容疑者位置だった。スカパイさんも一応、なんか、でもセンターさんがなんか、スナパイさんは無理じゃねって言ってたんですよね、そこに関しては。あー、なんで一票。まあまあ、タスクね。俺。ああ、スパイさん。お願いします。疑ってはいたんだよな。若干だけど。いやなるほど。いや、これ、キル素晴らしいな。うん。全部素晴らしい。うまい。今の議論も、オラフ君が3キルしたって言って、容疑者位置広げてるから。すげえな。うまいっすね。してねえよな、もう。面白いよ、全部怪しい。いやゼロ切るよ、ラフ君。僕ゼロです、ゼロです。あ、マジマジ、たまたま怪しい位置いたんすよ。あの、アドミンから多分、弁当入って、うんうん、横目に、そうです。あ、ですよ。見てました。多分そうっすね。それを議論中に出すのも怖いしな。それで変に凝り固まっちゃったから。容疑者広げに。じゃあ、スナパイさん、どんな気持ちで相方が奮闘してるって言ったんだろう。すべてをなすりつけて。お、あ、はいはい。はい、エレジーが見つけました。企業話そう。情報量的にそれしかなかった。左回りでタスコエレジーはやってました。で、停電起きた時に一応停電確認しに行ったらアベレジーさんが直していて、まあ、マイコさんとかもいて、その後アベレジーさんがエレクトリカルの前の廊下で、あの多分タスコ終わったからエレクトリカル警察したんですけど。僕がローワード給与終わって、一応アベレージさん死んでないよなって見に行ったら、死体の方からクリスナパイさんが見えましたので、登場します。あ、でもね、俺投票できないからスキッパー無理なんだよね。スナパイさんの反論を。反論か。オラフ君ゼロキルです。これは多分嘘ですね。あ、マジで、いやいやマジで俺全部俺です。1キル目、はい、1キル目も俺です。はい。1キル目のスナパイさんってアリバイもう一回お話どうやってやってたんですか。停電直したのが俺で、真っ先にエレクトリカル出て、でその後アドミンから飛んでキルして、普通にカフェテリアに戻っていきました。
そんなネタありました、すごい。オラフさん何もしてないのに釣られたのじゃ。だとしたらすごいか。え、オラフさんごめんなさい。でも、オラフ君全然なんです、これ。まあ、でも、その場合ってオラフさんはスナパイさんが弁当に入っていくのを見てるってことですから。あ、そっか。じゃあ、うん、あのね、俺がアドミンから飛んだときオラフ君いないよ。え、でもオラフさん8秒って言ってましたよ。よかった8秒ぐらいアドミンが。あれが、それは嘘。それは嘘。ああ、なるほど。そこが目をるためのあれか。あのね、時間どんぐらい残ってるかわかんないけど、俺がナビゲーションに1ついてたから飛んだのね。で、ちょうどナビゲーションから出てきたから、藤宮さんキルしたのね。はい。そしたら、まだナビゲーションに1いるってから、話おかしいじゃねえかってなってびっくりしてたっていう。やばー、あと15秒です。これすら全然嘘の可能性もあるよ。じゃあオラフ君に真相を聞いたらいいじゃないか。ここまで全部嘘みたいな。そんな、すごいな。あの本当にあった怖い話ってこういうことだから。イエーイ、全部相方がすごいな。絶妙なタイミングが起きるな。なんて伝えたんですか。やってたからです。おかしいな。ナイスファイト。いや、これはすげえわ。マジか。すごい。全部綺麗だったな、キルが。スナッパイさん、ごめんなさい。本当に3キルなんですか。あのね、俺が先端キルしたからストレージ行くなって合図して右に行ったんだけどダメだったね。なるほど。僕、そうなんですよね。視界的に見えなかったんですよね。全部死体の近くにいたな、オラフ君が。あ、そうなんだ。あ、そうなんだ。先端キルはスナッパイさんどういう流れでキルしたんですか。え、普通に右回りで。いやでも僕ちょっといいですか、スナパイさん、あ、すいません、あ、大丈夫です、後で言います。あ、何いや、スナパイさんがシールドで、シールドコミュニケーション前でなんか僕にジェスチャー送ってた、あれこっち来いよっていう風に見えて。正解、あってます。正解だよ。うん、だって左行ったら下にあるんだもん。あー、そういうことか。そうそう、ストレージでね、万人しながらもう一キル狙うのは厳しいから。うん、あの離れようぜっていう意味でそっち行ったらまた死体発見にさせられるぞって。いや、あ、一応ちなみにあのスナッパイさんが弁当使ったの僕見えてたんですよ。あ、見えてた。はい、アドミンから飛んだの見えてたんだけど。はい、でもやばとナビゲーション1って言った時はなんとかなるかなって。実際俺が見た時もナビゲーション1だったんだよ。それあの藤宮がちょっと変な動きしてて、一回ゲンさんとナビゲーション行って、ゲンさんが先出て、僕もゲンさんの後ろついてったんですけど、そのこの字の下ら辺でそのエレジーさんか分かんなくて、ナビゲーション入っていく人が誰か、その人が誰かを確認したくて一回戻って、あ、エレジーさんいるなっていうのでまた戻った時にキルされたっていう。なるほどね。僕はナビゲーション1だった人をキルできたと思い込んでるから。あ、そっか、何が起きたのって。ちょっとナビゲーション1は藤宮さんのことだったんだ。そうなんですよ。なるほど。いや、すごい。そしてオラフ君は誰キルしたんですか。え、僕誰もキルしないっすよ。マジか。いや、でももうガチ全部俺。でも、オラフ君が疑われるようなキルばっかりしちゃってるんで。最悪だね。スナパイさんが僕をキルした時ってあれダブルキル狙いですか、あれって。え、え、なんか違う、ね、中に3人いるのは知ってたの。俺もエレクトリの中に入ってるから。ああ、うん、だから、まあ、中にいた3人ともがお互いにアリバイを証明してほしくて、まさにゲンさんの言った通りで、オラフ君じゃない人に死体発見してもらうべきだったんだけど。ああ、そういうことか。じゃあスナパイさんを殺してるのはオラフさん見えなかった。って言ってた時。あ、いやー、もう、いやー、勉強になりました。いやでもそれはしゃあないって、もう事故みたいなもんね。いや、無理、うん、オラフ君に負担をかけるキルをしすぎた。いやー、でも完全にオラフさんやと思ってました、あのストレージとかの。まあ、確かにね。もうそれにしか見えてなかったんで、オラフさん、うん、オラフさん危なかったな。だって最初もう原価エレジーさんしかなくねみたいな1日目だから。いやいやいやと思って。あ、それ言ったら俺だからね。そうなんですよね。確かに。いやでもあれちゃんと整理してよかったですね。その原さんがわざわざ戻って待ち構えてキリするっていうのなんか、エレジーさんにね、もう確認しておきながら、それも微妙だし、エレジーさんがかといってね、直前にすれ違ったって皆さんやってる感覚、うん、感覚値ですけど、やっぱり原始点でエレジさんがそんなに黒く見えなかったんですよね、うん、そうですね、うん、俺もなんかわざわざ戻ってきて殺すのってちょっとさすがになくないって思いながらも、うん、まあ位置的にはグレーだから一緒に行動するかみたいな、うんうん、消去法だったんで、ペアしっかり作ってよかったですね。話そうですね。もうあのセンターさんのペア作りは本当に素晴らしい。大事だな、ペアは。
大事ふわって言ったらなんか疲れますもんね。慎太郎くんキルの時にスナパイオラフくんペアにさせようとした時、まゆこちゃんが あのそこやったって言ったのもでかいんだよな。あ、確かに確かに。あそこペアだったらもう好きな放題動ける、好き放題動けちゃう。そうなんだよ、ねえ、通りだったんだけどね。なんかそれまでの容疑者位置そこペアしたらやばくねってなんか直感的に思って、うん、素晴らしい、それが やばい一番やだったな。やでしたね、僕は組みたくて仕方なかったんで、ね、ましてほしい、何もしてねーと思いながら、さらに組むとなんかちょっと嫌な感じするなって。単純タスクもくれますもんね。まあそうです、そうなんですよ、助かった思ったのでちょっと、ね、あれスナパイさん的には僕は何したらよかったんですかね。ああいう系僕もキルした方がガンガンした方がよかったんですか。ねペア組まれた瞬間に2キルが起きるとそこが両白になっちゃうからオラフ君に絶対行くんだよ。だから1キルずつやんなきゃいけなくて、そうそう、だからオラフ君となるべく行動近いところで共にしつつ2キルが起こせないようなキルをどんどんやってたんだよね。ああ、結果として両方とも容疑者になってたけどね。まあタイミングの問題だった、うん、運とタイミングですよね。一番いいのは慎太郎くんの死体をそのエレクトリカルじゃない人が発見してくれることだったんだけど。ああ、なるほど。そうすれば犯行が無理だったのか。白白ペアがね、そこは強いんですよ。キルペースを上げれないっていうのが。うん。1キルずつしかできないから、インポスター目線。うん、2キル、絶対2人の2キルっていう時点で確証になっちゃうから。そう、だから白白ペアになった時に、第3の容疑者が、あのインポスターじゃないときはそのダブルキルでどんどんやっていいんだけどね、うん、まあそこが難しかったね。なるほど。かといって甘我慢すぎてもタスクで終わっちゃうし、タスク今回結構進んでましたからね。ですね。ああ、楽しかった。いや素晴らしいキルだった、ね、すごかった。いや素晴らしかった。もうボコスカ楽しかったよ。よくあそこまで疑いなかった。僕はめっちゃ辛かったんですよ。もうどうしたらいいんだって思いながら僕違うわ。あ、じゃああのセンターさん殺した時もオラフ君はずっとコミュニケーションにいたんだ。あ、コミュニケーションいましたね。多分ダウンロードタスクしてはい。あ、フリを。はい。あ、でスナパイさんが上に来て行っちゃダメっつってなんだろうって見に行ったらみたいな。いや見に行ってないですね。あ、そうそう、そっち行くな行くなって言って、ちょっと無理やり右に連れてきた。あ、そう、名前さんとくっついてます。ああ、ただそうですね、そこのねアドミン情報で掘り起こされなかったら多分普通にもっと偽装できてただろうから。アドミンの、まあ、でもストレージにいたっていうのが目視されてんだよな、そもそもオラフ君が。うんうん、あ、そうですね、僕とマイコさんが。あ、そっかそっかそっか。あ、じゃあ容疑者だったのか、人材が。そう、まあ、わかんないけど、3回容疑者だしなって。そう、3回になったら、確かにちょっとと思っちゃって。このゲーム、全員からオラフ君が透明バグで見えなかったら完全犯罪だったっていう。いや、それだったらやばいな。最強だな。最強すぎる。怖すぎる。